角ヶ小中学校のすべての工事がこのほど完了し、10月4日、総合落成式が行われました。角ヶ小中学校は、敦賀北、関新、赤崎の3つの小学校と角ヶ中学校を統合して誕生した、公立では県内で初めての施設一体型小中一貫校です。令和元年にメインアリーナの大規模な改修と新しい校舎の建設に着手。令和3年4月に開校した後もメイングラウンド、サブアリーナ、児童クラブと整備が続きました。この9月末に正門とサブグラウンドが完成し、総事業費およそ38億円をかけた全ての工事が完了しました。サブアリーナで行われた総合落成式には、学校の関係者や工事業者などおよそ40人と、小学6年生と中学3年生、合わせて91人の児童生徒が出席しました。本日の総合落成を迎えるまで、実に7年もの期間を要しましたが、その間、多くの方々に事業に関わっていただきました。児童・生徒の皆さんには、多くの方々の思いが詰まったこの学び屋で、たくさんのことを学び、たくさんのことに挑戦し、その経験が皆さんの大きな夢の実現の糧になることを願っています。米沢市長の式辞に続き、県教育委員会の松下学校教育官、馬淵敦賀市議会議長が祝辞を述べ、同校の今後の発展に期待を寄せました。これを受け、岩崎敏文校長と児童生徒の代表が感謝を伝えました。児童生徒の皆さん、皆さんが活躍する舞台が整いました。皆さん自身が主体となり、自らで作り上げる新たな校風と歴史をみんなで築き上げていきましょう。そしていつの日か皆さんが大人になった時、この角ヶ小中学校で学んだことを誇りに思うことができる学校にしていきましょう。ここまで私たちの学校生活を支えながら新しい学校を完成させるために関わってくださった多くの皆様、本当にありがとうございます。私たちは感謝の気持ちでいっぱいです。この学校でこれからもしっかり学校生活を送っていきます。新たな小中併設校としての歴史を紡いでいく気持ちで今胸が高鳴っています。これからも敦賀と角ヶの伝統を受け継ぎ、たくさんの人に誇れる町や学校にしていきます。学校が目指す児童生徒像である、大きくなろう、強くなろう、幸せになろうは校歌にも歌われています。総合落成式ではその校歌を出席者全員で歌いました。中学生と一緒になって、中学生の姿を見習って頑張っていくのが楽しいです。いろんな学校、赤崎とかの人たちもいるので、友達が増えてよかったです。小学生とも交流しながら生活できるので、とても楽しいです。もっともっと小学生と中学生の交流が増えて、どんどん明るい学校になっていってくれたら嬉しいです。総合落成式の締めくくりに、児童生徒の代表らがくす玉を割って学校の完成を祝いました。